はちょっと逆なんですけど、こんな感じで貼り終わりました。で、まあ、この手の椅子って、この丸芯でこの塔のシートをはめ込んで打ち込んで止めてるんですけど、まあこれを元の椅子から、張り替え前にこう綺麗に剥ぎ取って、下準備をする作業が実は一番大変で、ここさえ綺麗に、やってしまえばあとはそんなにそこまで難しい作業はないんですけど、まあコツとしてはこの、塔のシートを、張り込む前に、バケツとかお風呂とかで、10分から20分ぐらいあの水に浸してちょっとふやかして柔らかくしたものを、使うと楽ですね。あの乾燥した状態で使うと硬いし、あの打ち込むと切れるんで、で貼ってる時もあんまりに時間がかかっちゃうようだったら、あのこういう霧吹きとかで水をかけながら作業すると、まあ、乾燥が防げて、こういう打ち込む時、丸芯を打ち込む時に切れにくくなるかなと思います。で丸芯はまあ種類がいろいろあるんですけど、溝の幅がまあ4ミリとかだったら、打ち込む丸芯は 3.5 ミリとか、この塔のシートの厚さ分を考慮して、打ち込むサイズを決めた方がいいかなと思います。あの材料屋でもその辺は書いてあったりするんで、ホームページ上に、まあ久々に貼りましたね。
you.